こんにちは。どんとこい事務局のポニーちゃんです。今日は筑豊電気鉄道の筑豊勝木駅に行ってみたいと思います。はい、まもなく駅前に来ました。筑豊勝木駅です。はい、タクシーが止まっております。はい、踏切が現れました。はい、ここに自転車置き場があります。ここに、自転車を定位置に停めて駅に入ってみたいと思います。はい、こちら側は筑豊勝木駅の直方方面のホームです。次の停車駅は楠橋です。はい、こちら側は直方方面になります。はい、左側は自転車置き場になっております。駅前は田畑が広がっております。はい、こちら側は黒崎駅方面になります。はい、時刻表を見てみたいと思います。楠橋ステーション。はい、それでは向かい側のホームを見てみたいと思います。待合室、こちらは、ガラスに覆われてない待合室があります。天気いいですね。掲示板は広告募集中です。はい、それでは歩いてみたいと思います。コカ・コーラの自販機設置されております。自転車置き場入りまして、左側を向くと、はい、こちら握手投入箱もあります。駅前には道路が走っておりまして、交通量はかなりこの道はありますね。はい、こちら側にはバス停もあります。逆光で見えません、すいません。なんと書かれてあるんでしょうか。西鉄のバス停みたいです。まだ見えませんね。お、筑鉄勝木、筑鉄勝木のバス停でございます。平日、土曜日、日祝日、西鉄黒崎バスセンター行きのバスが多いようです。土日は平日に比べるとバスの本数が少ないみたいです。さあ、おタクシーが1台待機しております。それでは向かい側のホームに行ってみたいと思います。踏切はしっかり右見て左見て安全確認をして、お、車から犬ちゃんがワンちゃんが顔を出しておりました。はい、向かい側のホームにも自販機が設置されております。それから回収ボックス、はい、こちら筑豊勝木黒崎方面のホームになります。はい、以上筑豊電気鉄道筑豊勝木駅からでした。バイバイ。